ようございます。おはようございます。本日は、はい、いい天気でございます。ですね。今日はですね、はいはい、ジャッカルさんの新商品とのタイアップでございます。はいはい。その商品というのが、はい、こちらです。ほうほう。ジェットロー。ジェットロー。はい。で、ちょっと出してみますね。うん、どんなのか。トゥ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 。はい。こちら天秤がついておりまして、はい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 、その先に糸ついてて、うん、小型のプラスチックワームがついておりますと。ワーム？あ、ワームじゃない。プラスチックルアーね。ルアー。硬い。うん。なんかね、俺それ見たことあるよ。どっかのね、島のさ、うん、伝統漁法みたいな。そうそう、もともとは漁具でね、うんうん、あのリュウさんが引いてるじゃん、うん、トローリングみたいな、なんかそういう形のやつ見た。そうそう、こういう風に引っ張ってトローリングするとか、うん、あとサーフトローリングって言って、サーフから海で投げるような使い方があるんで、それを新しく現代版にしたやつでございます。なるほど。マイクロベイトを意識して小さいのにしてますんで、飛距離をこれで出せると、うん、確かにこれ投げるのね。そう、これはめちゃめちゃ大変やもんね。飛距離を出してこれで引っ張って、水面をこのエラーでピシャピシャと跳ねるというか、水をね、うん、飛ばしながら。へえ。はい、これでいいですか。はい、どうぞ。 45g です。 35g もありますけど、でこれもいろいろ色が使い替えられるんだ。はい、へえ、という商品でございます。はい。なんかね、今さっきちょっと見たら、うん、水面になんか怪しかったね。ちょうど、うん、ちょうどこのサイズがピチピチしてたくて、うん、ほら、あの潮目、潮目、潮目、あー、めっちゃバシャバシャしとったよ、今ここ。あ、そう、初めて。サバっぽかったですね。サバ、あ、サバ、うん。よし、私準備できたんで、はい、入れようかな。はいはい。ご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。はい、 OK。うん、で、着水して、おお、バシャバシャしよう。ただ巻き、へえ。で、この後ろをそのルアーがついてきようってことよね。うんうんうん。ちゃんと水場切ってからなんかふわーってなるよね。45g あるんで飛びますね。うん。で、飛ばして着水する前に軽めにしてあげると、うん、あの軽い方の後ろのルアーがビュッと前に来て、はいはいはい、ほえ。でも本当は水面をスーってやって行くだけも、もちろんよかろうけど、中層付近まで水面でこうジグザグに、あーね、釣りはやっぱね、この映像をこう探るっていうのが、うん、やっぱあれやろう。うん、潮目にたたくようになるね。ずっと潮目が目の前にあるけんが、そこに魚が溜まっとってくれればね。すごいいい潮目やもんね、あっちからね、ずっと、ね、おお、サバ？目の前、目の前、サンマ？なんか細かったね。うん、早かった。わからん、3匹ぐらい見えたよ。ちょうどね、小玉さんと徳ちゃんの間らへんからピョーンって左に行った。あのスピードやったらだいぶもう向こう行っといよ。でもめっちゃ早かった。おー、来た。うわ、
おお来た、ナイス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 、あバレた、あーまだ追っかけてこい追っかけてこいサバ惜しかったね、なんかまだおるよ、でもおるね、うん、サバとかも群れでおろうけんね、ねえ、いやこれチャンスよ、ねえ、トップやけんね、ねえ、サバトップや、サバトップ、サバかわからん、サバやったっすよ、いや、ザバ目の前来たよ、ほらちょうどじゃないこれ、ちょうどこの先か、この辺か、ほら、このちっちゃいやつちょうどあの後ろのやつぐらいじゃない、なんかベイトが偉い寄ってきた、うん、追われてるのか、あ、分かった、あいつのせいや、うん、イカあ、イカのおんね、あそこね、あいつが寄ってきたから、うん、あのね、この辺この辺にね、おったけどね、ちょっとカメラじゃ分からんな、茶色いのですね、うん、あいつおったら小魚のおらんくなるもんね、めっちゃいい動きしとるね、うん、ひら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 って、白鳥スワン、スワンやろ、知ってるかどうか知らんけどあいつ、ほんとやなんでなんで、まあここは越冬地になっとっけんね、そういうことでもあんな優雅に泳ぎよばってんね、足はバタ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 ってしょっけんねあいつらねでかかね、そしてね、足なんて目じゃない、わ、なあれサメ、サメ、小玉さん、サメだあれ、うん、あ、これだ、やっと見つけた、ほら、サメよ、ヒレがほら、うん、見える見える、ずーっとうろうろしようよ、あそこだからかな、やっぱ、うん、何ザメなんだろう、まずオオジロやろ、はいはい、ちょっとね、小魚さんたちもいなくなったね、小玉さんがね、一回惜しいのがありましたけどね、惜しいです、うん、なんでちょっとね、ここは一旦置いといて、うん、次の場所に行ってみますか、はい、移動します、はい、よっしゃ、はい、移動してきました、ここなら魚がいるでしょう、いるでしょう、潮通しのよかね、潮通しのよかね、カレントやろ、カレカレントへ、雰囲気いいじゃんね、タイダルも聞いとったやなか、なんかあっち側はすげえ寄れてる、ほんと反転流やね、え？なった？カットべー、よいしょ、ここでじゃあ投げ倒しましょうね、投げ倒そう、ここいっぱい逃げたね、めちゃくちゃあるよ、この魚、わあ逃げよる逃げよるかな、ちっちゃいのね、これそうね、うん、同じ大きさのマッチザベイトですよ、おっしゃったー、ナイス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 、頑張れ頑張れ、よっしゃー、顔がない、いける、なんだろうなんだろうなんなんなん、サバじゃねえ、サバサバじゃねえか、上げます、はい、引き上げます、おい、何歳、ナイス、サバ、サバね、サバじゃん、ナイスすぎる、やったぜ、よ、はい、やったぜ、ナイス、ジェットローでサバ、はい、いいですね、いやこれでね、バシャバシャして来たぜ、今回はこのから、はい、はい、
ナイス。こいつを待っとったんです。ですね。はい、今サバがね結構いっぱいいるんで、うん、とね、あっちのね、うん、あのヨレ、うん、のところがねたまになんかボワってなるようになってる。それをやったら見事ちょっとバイブレーションや。うん。はい。はい、サバでございます。ナイス。でこいつを引き寄せたのは、うん、ザッカールさんのゲットロー。はい、ジェットロー。あ、クリアタイプだったんだね、うん、はい、一緒のような。でも多分セットであれなら、うん、多分この色と一緒の赤金っぽい色がついてたんですけど、うん、ちょっと今のタイミングで色を変えました。はい、うん、おい、ナイス。怖い、このほら花がさ、うん、やっぱアジサバは口がねちょっと弱がけんさ、割れちゃいそうで。じゃあちょっとキープします。はい、はい、サバゲット、はい、ナイス。サバがいるっつうことはそれを食う魚もいるかもしれないね。そうですね。いや、こんだけベイトがおればなんか他の魚もいそうね。あと結構なんかトップってなんか動かし方難しかったりとかするけど、うん、なんかただ巻きで使えるっていうのはまたいいですよね、うん、初心者でも動かし方とか気にせずもほんとただ巻くでだけで動いてくれるのは。その通りやったね。用意周到にさ、うん、道具だの、うん、クーラーだの持ってきた時はさ、ね、釣れんとこうやって魚がいないとこばっかりにここに何か所かね、うん、行って、まあ、魚が追ってくれたらすぐ釣れてやるけど、ね、なかなかね魚がいなくて、うん、なかなか引けない。これがここ来てやっとですね。本当にクーラーを持っていかなかった。持っていく、うん、ね、力がねえ、いっかとか言ってね、サモすら持ってきてない時に限ってね、なんか釣れるけど、これカメラで見るとわからんかもやけど、あそこまで相当距離があるもんね。うん。でそれをね、やっぱあの幅が食えるぐらいのものって投げれんかったな。うん、ジェットローでね、ぶん投げて届かせてね。うん、てかマジ小魚がほんとちょうどいい大きさですね。新たな息吹がね加わりましたね、うん、まあ、ルアーのバリエーションとしてのね、ね、これを一つでもタックルボックスに入れとけば、うん、メタルジグ、ね、まあ、沈むのがメタルジグは早いからね、うん、それを早巻きして浮かせようと思ったら結構な早巻き線というか、うん、これは結構遅く巻いても、うん、動いてくれる、ね、うん、浮いてくれるから。はい、はい、タイムアップでございます。はい、はい、いやでも面白かったですね。ちょっとね、今回あの魚がね、うん、なかなかこう岸に寄ってきてない感じ、ね、なった感じのところばっかりだったですけど、うん、これ本当寄ってきてたらめちゃくちゃ気になると思う、ね、なると思う、うん、飛ぶってのがいいですよね、ね、うん、もうちょっとすればあの、うん、あれの時期カンパチの子供が来る時期やけん、うん、そうね、うん、そうしたらまたトップでバッシャバシャ釣れると思いますね、うん、はい、ぜひ楽しそう。梅雨明けぐらいにねまた使いたいと思います、うん、使いたいね、はいはい、ということで今回はジャッカルさんのジェットローのご紹介でした。はい、はいはい、ぜひ皆さんも使ってみてください、はい、これからですよカンパチ、うん、投げるときは、はい、PRS で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。